レニングラード原子力発電所は、ロシア北西部レニングラード州のフィンランドアン沿いのソスノブイボールに存在する原子力発電所。サンクトペテルブルクから西に 70km の位置に存在する。チェルノブイリ原発と同型の4機の RBMK1-00 が設置されており、老朽化の進む原発に変えて、隣接地にレニングラード第二原子力発電所が建設中である。 レニングラード原発は隣国であるフィンランドの当局に環境の安全を脅かすすべての出来事の報告に合意した。他の問題で報告を求められた時発電所は否定的に答え、彼らは毎日多くの問題があり、問題報告を満たすために時間が無駄になると明言した。1975年1号機で部分的な炉心誘拐が発生し、 1.5メガキュリーの放射線が放出された。1992年燃料集合体が破裂し、放射性ガス及び要素が空気中に放出された。これは最初に報道されたレニングラード原発の事故であった。2005年12月、この発電所の敷地内にある金属スクラップ再処理工場で、 気放射性金属廃棄物の処理を行っていたところ、加熱により爆発が発生し、広い範囲に溶けた金属が飛び散って火災が起きた。作業員3人が爆発に巻き込まれ、このうち2人が体表の90%近くに及ぶ大火けを負った。2009年8月27日、3号機がポンプの突出ヘッダーに穴が見つかったため停止した。自動化された。 放射線管理システムによってモニタリングされた発電所内部含む 30km 範囲では放射線の値に変化はなかった。この発電所の管理者は事故の噂に反論し3号機は短期的な予定外のメンテナンスで止められ2009年の8月31日に再稼働を行うと発表した。スウェーデンの新聞紙ダーゲンスに増えては8月29日に 冷却水漏れが起きたとする短い通知を発行した。この問題は重大とされたが即時の環境への放射線漏えいのリスクはなかった。この記事はフィンランドの放射能原子力安全機関であるサティリーターバケスカスの声明を引用していた。ありがとうございます。